どうも、アキです。サクセスやっていきます。今回は黒金商業でオールマネージャー編成やっていきたいと思います。できこんな感じです。はい、今回はレンちゃんを入れた 5.5 股編成でやっていきたいと思いますと。はい、では早速行きましょう。はい、この編成がね、なかなか面白いので、時折やりたくなるんですよね。よいしょっと。最初は多分筋力ポイントが一番足りなくなるかな。筋力行きましょう。はい。で、今後多分、オール S チャレンジとか、オール A チャレンジとかが、またこういうビンゴチャレンジとかで、出てくるようになると思うんですよね。まあそういった時に、割と一番やりやすい編成が、この編成になってくるんじゃないかなと思います。まあ最近だと本当にマネージャーめちゃめちゃ配ってくれてるので、イベントとか、あとはまあリホホとかもそうですしね。はい、そういうところで、とりあえず6人詰め込むっていうのは割と誰でもできるようになってきたと思いますので、まあそこを考えてもこれはね、ちょっと動画でやっておきたいなと。またまたやっておきたいなというところですね。はい。まあ全然もちろんね、オール45じゃなくても、それなりのものはできますし、まあレンちゃんなくても、この間動画でレンちゃんなしで、オール6股、デートを30回完走させようとするサクセスをやったんですけど、その時もなかなかいい選手ができたんで、はい。うん。今後結構注目なんじゃないかなと思ってますと。行きましょう。はい。マネちゃんはイベントとかで評価上げられるから他がいいんですよね。とりあえず一人目の告白を早く呼びたいんですよね。まあ、デートを25回できれば完走したいと思っているので。行きましょう。で、黒金で6股する理由はもうただ一つで、購買部のアイテムなんですよね。あのアイテムを、買うというか、使ってあげることによって、まあ、他の高校だと全員エピローグマックスを狙うっていうのがまず無理なんですけど、この高校だとそのアイテムのおかげで可能になってくるというところです。はい。さあ、うまくハマってほしいな。デートをうまく25回完走させたいんですよね、一番は。ということで、ある程度早めに告白が来ないと厳しいものはあるかなと思います。お、可愛いぬいぐるみナイス。もうこれ速攻使います。買ってすぐ使う。オッケー。で、ジムチケット、まあ、ヤシで、作ってますけど、まあ、1個ぐらいは使っとこうかな。で、技術ポイントとか、今回は基本的には基礎値を上げるサクセスをやっていきたいので、ポイントね、安いやつほど効率がいいので、安いやつは買っておこうかなと思います。で、あとはセンス丸を買いたいんですよね。うん。っていうところ。さあ、告白1人目早く来てほしい。少なくとも10月には来てほしいですね、1人目が。さあ、みんなこれでかなり告白ラインに来てると思うので、多分休むコマンドは1回も使わないでしょうね、今回は。で、レンちゃんは振るので、まあまあまあ、最後の方に来てくれて構わないですと。むしろ評価上げない方がいいレベルか。急に活かせるかも。これ本当にセンス買ったら、うん、間違いなくオール S できるんじゃないかなと思っています。うわ、運悪いな。ガマ口とバイトかな。よし、OK。おっと。原価高騰。告白来ない。サイリちゃんの評価がまだまだっぽいっすね。うん、購買部得点、ここは買わないかな。石ってそもそも買ったっけ今回。買ってなかった。購買部得点ちょっと高すぎるな。というのも、あれを買うほど今回はお金を稼げないんですよね。タックもやらないし。よし、告白来た。タックもそんなやらないだろうし、あとはなんだ？ですね。そうか。金儲けも今イベント期間中ではないので、そこまで稼げないっていうことを考えると、多分そこまで購買部美味しさないと思うんですよね。あれ買ったとしても。で、今回マネちゃんももともと入っているので、購買部のアイテム安くなりますしね。ということで、一番経験点いいとこにしたい、これも。ダメじゃないでいいか。あ、一番いいのは運命なら仕方ないだけど、そこだと評価が落ちちゃうので、まあアイテムがどれだけ買えるかっていうのも考えてこっちにしとこうか。はい、で、こうやって
デートできるようになったらデートをやっていく。かりんちゃんね。もちろんこれはロシアンおにぎり。よし、オッケーオッケー。でもうどんどんデートを進めていきましょう。かりんちゃん2回目なので、デート確定の彼女とかならいいんですけどね。リホホがだから意外と強いっていう。リホホあいつデート確定みたいなんで。しかも結構最近イベント修正されて経験点強くなりましたしね。これやるときは全然リホホありです。そう、リホホとか、まあ、イベントでも最近彼女配ってくれてますし、そもそも最初10連で SR 彼女確定っていうのもかなり増えてきましたしね。はい。で、ここでモテモテがつけば大きい。よっしゃー。これ結構みんなできるようになってきたっていうところでもいいやつですね。はい。もう体力減らされていいんで、バイトにしよう。投資家桃屋は、ここかな、今回は。筋力ポイントくれるし。で、可愛いネックレス買っておこう。オッケー。で、この効率がいいやつ買うと。あ！ただそうだな、センス買うためにお金を置いときたいとかあるけど、またちょっとキャンペーンが来たらもう一回やり直したい編成でもあるんですよね。さらにもう一回やってみたいという。3回目。これは参加しませんと、いつも通り。で、これは練習試合、経験点来い！勝てよ！これ100円パターンだよね。オッケーオッケー。ん？他の告白が来ない。なぬ。他の告白が来ないぞ。まあ、これもどっちでも別に構わないといえば構わないんだけど、どっちにしとこうかな。一応、経験点は一緒で、まあ連打の方が割引というか技術結構割り引いてくれるし、まあけど今回基本的に基礎値を上げようと思っているので、この辺はまあさておきです。これくらい基礎値が上がるんだよっていうね、動画になればいいなと思っています。オッケー。ゆかり様来た。まあ一応犬を選んでおきますが、よしよし。これは経験点いいルートで野菜でいきましょう。オッケー。かりんのデートが完走しました。5回目置いとくっていう作戦全然ありなんですけどね。そうしようか。そしたら井戸端起こった後に評価上げられるっていうのあるんですけど、その前にそもそも井戸端起こった時にアイテムで完全に、はい、評価を回復させようと思っているので、まあそこは考えなくていいかな。着実に増やしていきましょう。よし、オッケー。ん？しかも総力スパイク、いいね。これ100になる瞬間とかに使いたいしね。あー、もうしゃあない。古びた壺、ナイスー、ナイスー。オッケー。で、効率がいいものは買う。オッケー。あとは別にいらない。ただ補充を狙うというところで言うと、9円だから買って使おう。よし。で、次、ゆかり様を進めていきます。はい、あなたの犬です。ただ、ゆかり様のデート、選択肢ちょっと久々だから忘れてるかもしれない。攻略サイト出しておこう。これは、走って巻こう。お金払うのももったいない。オッケー。あー、だだ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 だ、大丈夫です。まだ評価も上がってないんで。で、これでかりんちゃんの方が来たと。早めに本当に他の告白が来ないとちょっと怖いので、そこはよろしくお願いしますと。ゆかり様、多分、ゆかりとマネはイベントでいろいろ評価が上がるので大丈夫だと思うんですけど、他がこうやって、空デートというか、
5回以外のデートをやるか、もしくは練習を追いかけるかしないとちょっと辛くなってくるのかなと思っています、評価が。はい、ここでセンス丸来ると最高。まあ祝いだわな。うーわ、もういやー本当に、本当にイベント期間中以外は辛すぎるっていうね。センスはさすがに来ないですね。まあ安いから買っとこうかな。ミートバット回も買ってもいいかな。まあゆかり様を進めましょうか。お、他告白ライン来てないってことはないですよね。全員来てたよね。よし、来た来た、ナイスナイス。特にこのサイリですね、デートで評価が上がらないので、このサイリはちょっと練習を追いますか。まあ、これからどれくらいアイテムが買えるかっていうところにも本当寄ってくるんですけど、よいしょ、ゆかり様。まあ最近はね、天空がめちゃめちゃハマれば本当に6股でめっちゃ強いっていうのもできるんですけど、その安定してオール A、オール S とかを狙っていける。盆栽でオール A。で、センス変えた時にオール S を狙っていけるのは僕はこっちだと思っています。サイリーにしよう。ゆかり様がバレンタイン来ると、かりんとゆかりだとどっちがいいんだ。どっちもあんま変わんないな。こっからっすね。よし、で、このコンボも今回はあるので、よかったです。これも経験点が一番いいところにしておきましょうかね。はい。意外な才能。今は、悟りがまだ彼女になっていない。経験点がいいのは、どっちが勝つんだか。オッケー。まあガマ口だな。オッケー。さあ、とりあえず告白だけ早めに来てね。デートは完走させたい。全員来るラインにはなってますと。お、来た来た。ただ、さすがに9円のやつは買おうかな。まだ溢れそうもないし、オッケーオッケー。よし、ここまで。そして変なデートは一回も来ていない。よし、あー、これあれか。先にアイテム使っときゃ好き好き大好き呼べたかもしんないんですけど、まあ、まあ違うかな。悟り。ゆかり様、あと1回です、デート。悟り。あれですね、モテモテが消える可能性があるんで、サイリは後回しの方がいいか、デート。そこで、評価上がらないので。祝い。負けんな。よし。センスは絶対買いたいよ、なんとか。ただ、評価を上げる系のアイテムも買わないとまずい。悟り。
買わないかな。で、なんか売ろう。足マッサージ機なんていらないぞ。63円で売れないかな。よし、来月買おう。まあ再利進めるか。再利オッケー。今回は可愛いぬいぐるみとかがちょっと買えてないですね。もっと買わないと。こっから出てくれることを願う。拾え、アイテム拾え、ミートバット。しょぼい、全然しょぼいな。うわー、しかもお金減る。センスが買えないのはまずい。ということで、安全な宝塚で、安心安全宝塚。よし、でこれはダメですよーと。あと、マネちゃんの告白が来てないっすね。うわぁ、評価上げるやつ。評価上げるやつ来い。再利終わり。ちょ、待って、そろそろ、そして能力。あげないと溢れかねないから、達人買いたいんすけどね。ただあれもあるよね。そろそろ入札もあるんで難しいな。ちょ、怒り終わらせるか。マネちゃん告白。よ、失敗。クソ。難しい。悟り、あと2回。さあ、マネの告白が間に合って可愛いぬいぐるみが来てくれればっていう感じです。よし、よし、告白来た。ナイス。あとは、ちょっと精神ポイントが溢れちゃったけど、これはセンス待ってたんでしゃあない。ここで買います。 OK。 うわー、評価上げるやつが来ない。怖っ。これでセンスをつけて、すげえぞこいつ。あ、もともとついてたのはいいやつですね。はい、これで基礎値を上げていく。とりあえず先オール A に持っていきますか。やっぱ筋力が一番足んないと思うんですよね。まあ、もちろんエピローグがめちゃめちゃ入ってくるので。そこでまた上がりますが、気持ちいいな。こんだけ一気に上げられた、気持ちいいな。よし。
まあとりあえずデートを先に終わらせましょうか。マネ、ガマグチ。で、ここを勝たないとさすがにまずい。よし、オッケー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 。で、評価とかを見てたな。練習も全然あるんだよな。練習やるっていうのも。マネ。うん、デートは終わります。デートは終わりますと。はい。これ経験っていい方どっちだったっけ？上か。こいつ回復と経験点取れる彼女なんでいいですよね、そこは。うん、ほんと練習やるのありだけど誰もいない。おいマネージャー、お前野球部員と付き合うためだけに野球部に入ったのか。井戸端が来なければいいけどな。そして井戸端は絶対来るんすよね。イベント数少ないんで。そもそも矢部くんとバイトしよう。頼む、評価上げるやつ来て。うわー、これはさすがに厳しい。これちょっと補充狙おうか。うわ、補充狙えるほどお金も持ってないっていう。うわ、かわいいぬいぐるみ系2個か。これは厳しいな。そしてここに来てまさか体力がないだと。あ、マネとのデートで。怪我率が怖いな。マネデート5回目って回復あったっけ？回復あるな。あと悟りだけか、デート1回。 OK。 井戸端くんな、もう井戸端くんな。むしろ練習後イベント来い。うわ、来なかった。これ全部エピローグマックスで取りたいな、なんとか。よーし、ミートは S にもうなりましたと。はい、徳のはまあ取らないかな。とりあえずパワヒぐらいは取りたいところではありますが、基礎頑張りでいきましょう。筋力ポイントが足りるかどうかですね。まあイベントをなるべく選んではきましたが、やっぱり辛いかなというところはあります。へい、まあまあこれだけバッティング能力あれば打てるでしょう。言っても打てるでしょう。 OK。 まあ余裕がある人はね、筋力ポイントを多めにくれる彼女キャラクターを選定の段階で選ぶのはありかなと思いますね。
サイリーがめっちゃ上がってないんですよね。じゃあこれあえて、サイリーのこれを狙うか。よし。どこが一番上がるんだ。カラオケとか上がるでしょ。二人で盛り上がっちゃって、評価も19も上げちゃって。よし。二人で盛り上がっちゃってね。よし。悟り。で、終わり。デートは全部終わり。オッケー。これ最後、井戸端来なければ最高。井戸端来なければ最高。来たら泣く。さすがに7月4週の井戸端はもうどうしようもない。さすがに泣いて終わる。そしたら。うん、筋力ポイントだね。問題は筋力ポイントだね。筋力くれる彼女って言うと誰ですかね。そんなになんか思いつかないけど。おっと、2点取られたよ。けどスポーツジムチケットも1枚買ったからな、今回は。初球はストライク。第2球、投げました。アウトコース低めいっぱい、ストライク。第3球を投げました。これはいい当たりだ。いったー、入った入った。技術が余りそうなのであれば、打球伸び取ればバッティングは楽になりますが、まあ一応甲子園でも入るぐらいの距離は出てるんで大丈夫かな。今日2打席連続でホームランを放っている。これはいい当たりだ。いった入った入った。黒金追加点のチャンスです。ワンアウトランナー2塁3塁という場面で打った。これは強烈。いいね、いいね。うわ怖っ。危ね危ね。はい。ということで、スポーツジムチケットは余裕があれば買っておきましょう。井戸端くんな、マジで。さすがに、ここの井戸端もどうしようもないぞ、来たら。こちらとて。よっしゃ。完璧。まあ、あ、でも大丈夫か。来てもこっちがあったから絶対大丈夫だったか。なんだなんだ。余裕余裕。オッケーオッケー。じゃあ、もう筋力練習するか。で、危ない危ない危ない。使う。使う。で、レンちゃんもこれでピンクにはなってるでしょう。よし、これでエピロード多分全マックス。オッケーオッケー。エピロード全マックスは確定。こっからひたすら筋力練習をやる。監督評価大丈夫だよね。この高校別に低くても何の問題もないよな。ミートバットは3と1上がるっていうことは4上がるので、96まで持っていきますか。先に。よしよしよし、楽しいな、楽しいな。結構楽しいな、これ。行きましょう。お待たせ。さあ、これから。さあ、先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で。うわお、魔球。ネクストバッターサークルに控えているのはハピオン。あっと、ちょっと待って、試合集中。バッティングがね、パワー比がない分、いつもより集中。パワーもあんまり高くないから集中。オッケー。黒金リードで迎える3回です。ツーアウトランナーなしという場面で。よし、オッケー。打球はそのまま伸びてレフト線。危ないですね。結構。ちょっと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 、ここまでかなり順調なのに。おい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 。今日3打点を挙げています。投げた。これはいい当たりだ。入れば同点だ。おい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 。スポーツジムチケットはけど1枚しか発生しなかったんだ今回は。ちょっと待って、なんか手汗が、今回結構緊張して手汗がやばい。意外とこう気楽に始めた回ですが、なんか熱い戦いになってきたよ最後。よし、オッケー。ギリギリ。あぶねー。誰だ、銭形か。お前か、お前か。確かに銭形、あいつ大炎上野郎だからな。まあスカウトもいないし、ここでいいや。レンちゃんはピンクになってればエピローグマックスです。
これはオールエースは筋力が辛いな、多分筋力ポイントが辛くてオールエースはいかないな。悔しい。行きましょう。まあでもオール A だとだからサクッと本当に、うん、全部35で余裕で間違いなくできると思います。キャンペーン来たら本当にもっとアイテムも買えるんでオールエースができるっていう感じですね。いや6股分のエピローグってどれくらいなんだ、そもそもちょっとごめんなさい、わかんないっす6股のエピローグがどれくらい入ってくるのかがもうわかんないっす僕には。6股のエピローグってどれくらいあるんだ、ほんと想像を絶する。これ入って、よしよし、無理に引っ張ってよかった。これで一応試合経験点はマックスです。あとは勝つように。うわー、カットボールと予想してちょっと右にした分入らない。よし、オッケーオッケー、これケガ率ダウンのやつが筋力練習へ。いやもうこれ攻めるでしょ最後 16%。 あぶねえ、危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 ねえ、絶対使わないといけないやつを。あぶねえ、これこれ、もったいない、もったいない。総力スパイクっていうのは総力が1アップ。じゃあ A にしてから使う方がいいですね。よし、いや最後筋力練習攻めよう。 16% くーマジかよ、悔しい。でもうわー、あ、筋力使い切ってから行けばよかったな今思うと。悔しいねー。筋力足んないだろうな。行きましょう。そしてやる気が落ちたんで、これ打てるかな、大丈夫かな。アンドロメダか。入って、よし、黒金リードで迎える3回です。先ほどホームランを放ったクリス、初球外れてもバッターよく見ました。第2球投げた、あ、なんで打った、なんで打った、なんで打った、集中しよう、別に打つ必要ないよ、ストレート待てばいいんだ。黒金、この集中しよう。高打順になります。先頭バッターはクリス。第2球ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました。もうさあストレート来い。速球中心持ってるからなお前。投げました、偽りの速球中心。オッケー。さあこれ二塁打以上で試合経験点マックスになるよ。よし、よく見た。カウントはツーボール。投げました。うわー、ちょっとタイミング早かった。第4球を投げました。うわー、なんか今クイック投法した、クイック投法した、してない、してない、なんか心理戦が働いただけ。まあほぼほぼマックスだしいいや。6点ずつ落ちたのか。さあということで、まあこれでどれくらいいくのかちょっと見てみましょう。スカウト評価はめっちゃ低いだろうな、練習ほとんどやってないから。でスカウトの評価上げられるやつも変えるといいんですよね。なのでかなり、さあこっからエピローグが全マックスで入ってきますと、いやーでも楽しい。これなんでやろうかと思ったかと言いますと、まあ撮影日が実は結構早い段階で撮影してて、いつ出せるかが分かんないんですけど、ビンゴチャレンジですね。はい、ビンゴチャレンジの基礎能力系を間違いなくこれやれば一発でクリアできるだろうなと
まあいうのがありましてやりましたと。まあ今回はね、そんなオール A とかっていうのはないんですけど、オール A っていうのが出てくれば、これが本当に一番楽だと思うんで、まあぜひぜひ皆さん、あ、こんなのあるんだと、ちょっと心のどこかに止めていただけると面白いんじゃないかななんていう編成ですね。はい、もうちょっと出るな、もうちょっと出るなというか、別にプラスにできる部分はアイテムしかないか。でもそうですね、これだと多分肩が S はいかないな。いやー悔しい。筋力ちょっと今度筋力持ってくれる彼女選んでこよう。まだだがしかしオール A は本当に簡単だな。うん、よっぽどめちゃめちゃ経験って余ってるので、まあセンス引かなくてもオール A はね言ってたかなと思います。はい、あとだからこれ見るに筋力ポイントが50ポイント、あと50ポイント筋力ポイントがあれば、購買部で買うポイントが筋力だったらオール S いってたみたいな感じですかね。はい、基礎上げられるだけ上げよう。さすがにこれ精神ポイント使わないともったいない気がするな。技術も使ってあげよう。体当たりも取ろう。OK。まあこんなのにしましょうか。OK。まあということで、これキャンペーンの時にやればオール S100 すら、ちょっと彼女をうまく選択してあげれば見えてくるんじゃないかななんて思うので、またまたね、楽しみに今後もやっていきたいなと思いますね。で、これで一応僕、黒金の自己ベストもちろん更新っていう形になって、黒金商業 PR 選択ガチャ券をもらえるので、これで自前で、プラス5のマネちゃんもまた用意できるようになるので、またちょっと後日ね、これでいろいろ挑戦していきたいなと思いますということで、まあ今回はまったり、マネージャー会でございましたと、まあいう感じですね。はい、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。まあ以前その6人でやった時はデートがかなり辛かったんですけど、やっぱ彼女が5人ってなってくるとデートがかなり余裕ありましたね。そこがなんか一つ、うん、良かった点かなと思います。はい。ぜひぜひ皆さん参考にしていただければ嬉しいです。この動画見てて面白かったよっていう方はぜひともグッドボタンお願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。